やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。明日はどこ行くだね。運動会会なんで絶対面白いよ。絶対面白いから明日のどこ行く見た方がいいよ。第1回マジでどこ行く運動会を開催いたします。豪華ゲストの皆さんに来てもらいました。ありがとうございます。これでけえフットサル場をね貸し切りしてね、みんなで運動尽くしの一日にしたんですよ。運動会後の打ち上げで全額負担することを誓います。ガチの運動会なんで。という今回のお金払って見るフェーズはないです。運動会の VTR は全部無料で見れます。やっぱサブスクライブ増えてほしいっていう気持ちもあるんだよね。でもやっぱメンツ的に面白いものを見てほしいっていう気持ちがでかいから、できるだけ分けないで一本そのロケのまんま無料で流したいよねって話になってて、サブスクライブのコンテンツは別で、前回だったら俺たちは催眠術ってガチでかかるのかっていう企画をやった。サブスクライブ枠でそういうのだったり、その VTR とは別のそういうコンテンツを配信してますので見てください。ちゃんと儲かってんのか気になる。どうなんだろうね。いや儲かってるっていう域には絶対に達してない。ワンチャンマイナス、いやマイナスはないかな。社会人 TV のギャラとかガチで聞いちゃえばよかったな。いやうちの番組はね社会人 TV にも多分出せない。そんぐらいギリギリでやってる。本当に5とかで呼んでる可能性がある。社会人 TV5 万はねマジで友達価格、友情価格すぎる。まあでもね社会人 TV ね意外とフットワークが軽くてね、あの人を動かすには面白い企画を持ってったらね多分ついてくるから、おもろい企画を持っていくのが正解。だから今年のどっかでなんかボランティア企画をもう一個やろうかなとは思ってる。去年ボランティア企画は一個やったから、ハロウィン掃除っていう、そういうなんかイベントにかませないボランティア企画がやりたいんだよね。きったねえ川とかをもう視聴者集めて掃除しましょうとか、まあそこそこ人集まれ、30人集まれば多分掃除って結構できるから。リスナーの部屋綺麗にして見てほしいわ。いや俺そっちは苦手なんだよね。別に俺の部屋も別にそんなめちゃめちゃ綺麗に保とうってタイプじゃないし。俺のリスナーから部屋の写真来たんだけどさ、俺のリスナーの写真なんか河川さんのさ部屋紹介とかあるかわかんないけどさ、どんなレベルか知らないけど俺のリスナーの部屋ってこんな感じらしいよ。なんか DM 来たけど、なんかいきなり DM が来た。すごくない？なんなのこの白、これ何？てかさ、このゴミの中でもちょっと分別してんのがキモくない？このゴミの中でペットボトル捨てる場所はここでちょっと決めてんのキモいよな。もうここまで行ってんだったら別にどこに捨てても変わんねえから。椅子浮いてね。確かに確かに、もう埋もれすぎて椅子が浮いてるように見えんな。友達とか浮きなんてさすがにもうないでしょ。その線を残してないだろ。別になんかゴミを捨てるっていうことにすごいストレスを感じて幸せじゃなくなるんだったら別にゴミをねその貯蓄していいと思う。そこが相当ストレスを感じるんだったら、まあ、メンタルを優先していいと思うわ。お前にとってゴミ捨てるがそんなに億劫ならね。隣の部屋からさ異臭がするとかいうレベルのってまだ俺感じたことないからわかんないんだけど、あんの本当に？あるんだ。一週間に一回うちあれなんだよ、片付け業者に依頼してんの。その家事代行みたいな人、おばちゃんがいいんだけど、な俺片付けできないっての知ってるからさ、そこは工夫してんだよね。で最初は片付けの業者に依頼してて、インテリアとか部屋の片付けとかにこだわりがなさすぎてすげえ気に入られたの、そのおばちゃんに。普通の家だとこれはここに置いてここはこういう掃除をして洗剤は絶対これだよみたいなこだわりがあって、でも菅原さんってさそういうのが全然ないよねって言われて、だから好きなんだよみたいな、めちゃめちゃ気に入られて、で今72なんだけど、72かな、72なんだけど80まで働くからさ私と個人で契約しないっつって、その人家事代行の業者から抜けてさ俺と個人契約してる。
週に1回部屋めっちゃ綺麗にしてもらえて2時間で3000円ぐらい。安いでしょ。もっと出してあげなよ。いやなんかね、うちのいらない家電とかをあげてるから。水拭きと空拭きが一緒に入ってるルンバをあげたから、この前だから。そういうのをよくあげてる。トイレットペーパーとかさ、俺が補充したことないのよ。もうなくなると思ったらもう補充されてるから。で、俺この前驚いたのが、俺んちってなんか靴下少ねえよなと思って。靴下ちょっと今度アマゾンで買わんとあかんなと思ったら、黒のくるぶしソックスが買ったったの。え？俺言ってないよねと思って。もうママなのよ。さあね。その時間を使って俺は別のことをしてるから、配信だったり。俺こうやって配信してるけど、昼とかにさ、その隣で片付けしてるとか今までよくあるよ。この前間違って入ってきちゃったけどね。俺の配信を見てる人なら分かると思うんだけど。この前初めて映った。これとどうしたらいいのとか言って。あ、なになにこれ。なんでラーメン食うのに競技性求めてんの。本当に申し訳ないけど、バカでしょ。出てんのにこんなこと言いたくないけど、バカだよ。何今の顔。うぜえ。ちょっとごめん、暴言が出ちゃう。どうしよう。うざ。ここやりきった顔。おもろ。ほんと血糖値スパイク来ちゃってる。死ぬんじゃねこのまま。大丈夫か。静止画じゃないわな。スーパーカップ大盛りなの。え、でも麺 90g だぞ。俺も今度ちょっとやってみようかな。チャレンジしてみようかな、この RTA。 梅さんは急いで食べるんじゃなくて、これがデフォルトらしいよ。あ、そうなの？これ RTA って言って食ったわけじゃなくて、これがデフォなの。いや、そんなことなくない？用意ドンしてない？これ。普段から競技してるんだね。アリケンとキョウちゃんにやってほしい。デブは案外遅いです。なんで、太ってる人って別に早食いではない気がするな。シャルルはね、俺ロスに行った時のさ、エピソード聞いたんだけど、やっぱあの人狂ってるよ。ピザ食べんだって。で、1切れ残すんだって。え、なんで1切れ残したのって言ったら、これはピザに失礼って言い出して。ほんとやかましいだろ、あいつ。あいつガチやかましくない？もう意味が、俺も理解できなくて。え、きょうちゃんのお茶一気飲みみたい、どれ？待ってくれ、ちょっと。お茶の早飲みとかじゃなくて、まずそこじゃないやろ。この動画まずキョウちゃん。そっちのた、マジすごい才能だろ。喉カッピライてんだけど。カップラーメン RT はちょっとやってみたいな。俺も食うの早いって言われるからな。お茶は無理。でも今日ちゃんマジでおもろくて。あの、デブエピソードがもう全部面白い。デブを見たら、そのいつがプライドがあるかわかるって。痩せてることの時のプライドが捨てきれてないデブっていうのは見てて見苦しいって言ってた。ちょっとカッコつけてんだって、ピチピチの服着たり。で、その服の派生の話で、俺がタンクトップ着ると世界一面白いと。なんで？きょうちゃんって聞いたら、俺がタンクトップここまで下ろすじゃん。でも腹がでかすぎて、くる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 ピーンって言って、あの、ブラジャーになるんだと。タンクトップが。もう、おもろーと思って。腹がでかすぎて、スポブラになってて、くる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 ピーンって。
滑らんなあの人はと思ってね。キョウちゃん生まれた時から5000円あったんだっけ。嘘だろ嘘だろ、でかすぎる。いやさすがに嘘でしょ。生まれた時から5000円はやばいって。俺確か3100とかだよ。ママが偉大すぎない？